はい、皆さん1週間ぶりのご沙汰でした。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ルアレッズは、昨日ですね、YBC ルヴァンカップ、グループステージ第6節、清水エスパルスとのアウェー戦臨んで1対1の引き分けに終わったんですが、まあ他チームのね、勝敗によって勝ち点が並んだんですけど、湘南と川崎と8点8で並んだのかな。でも並んだんですが、まあ当該成績それから得失点差の関係で首位になったことで、プライムステージへの進出が、決まったということですね。ギリギリだったんですけど、まあ、なんとかタイトルの望みが、つながったということで、まあ、これに関してはちょっと一安心なんですが、ちょっと最近ね、皆さんもいろいろもうすでにチャットでもおっしゃられている通り、ちょっといろいろな問題も、浦和レッズ起きてますんで、問題というかね、課題といいますかね、その点を今日は、ゲスト、福田正博さんといろいろと話していきたいと思います。福さん、いつも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとそれから進行役のあずさんが、ちょっとね、家庭、子供のね、お世話をしなきゃいけなくて、途中から入ってきますんで、その間、2人でお送りしたいと思います。福さん、今、国際 A マッチを行く中で、各代表が活動している中、J リーグは、ルヴァンカップなどのカップ戦を開催されているんですけど、福さん、今、代表、日本代表とかは取材、などは行かれてはいないんですか？明日試合なんだけど、火曜日だけど、はい、明日は中継で、はい、話をするんで、あ、なるほど。あ、今、浦和なんだけどさ、はいはい、自宅なんだけど、明日移動して大阪で解説してって感じ。はいはい。TBS、うん、明日ペル戦？うん。浦和レッズからは、伊藤敦樹が、追加でしたが、ね、招集されて、この前の試合にも出ましたよね、途中出場で。そうね。もしかすると2戦目使えないから使ったのかなっていう、気持ちが結構あるんだけどさ、あるでしょうね。呼んだ手前やっぱ使わなきゃいけないっていうこともあるだろうから、ただ彼にとっては非常にいいチャンスだったと思うし、怪我って言ったって、そういう中でチャンスをもらって、そこでしっかり結果を残すっていうことが次につながっていくんでね。だから彼はやっぱこのチャンスをやっぱり生かしてもらいたいなっていうふうに思うんだけど、まあこの間の試合に関してちょっと退場者が一人早い時間に出てしまって、はい。ちょっと森保監督にとってはちょっと不運だったなって感じはするんだけどさ、やりたいことがなかなかできなかったのかなとは思うけど、いろんな選手を使うことができたっていう意味では一つメリットはあったのかもしれないけど、その一人としてまあ伊藤敦樹が出れたっていうのは非常に良かったと思うし、まあかなりゲームも決まってて、その中で中盤ではかなりスペースがあったんで、かなり落ち着いてこうプレーはすることができたとは思うんだけど、浦和でやってる、まあ非常にずっと好調だけど今シーズンね、はい、その好調さっていうのがやっぱり自信にはなってるんだと思うんで、堂々とやっぱり落ち着いてプレーはしてたのかなというふうには思うけど、ちょっとシステム的にね 4-1-4-1 みたいな形でアンカーで出たんだよ、はい、森田の代わりに。あ、なるほど、うん、ちょっとポジションが違うかなっていう感じは俺は若干してもったいないなって感じはしたんだけど、彼の良さってやっぱりボックスボックスの選手でさ、はい、やっぱり今の監督やっぱそれを求めるじゃない、どちらかというと今、浦和の監督がね、はい、その中でちょっと若干後ろでこうバランスを取らなきゃいけないような状況が、うん、のポジションになってしまったんで、彼の良さであるこうペナルティーの相手のペナルティーの中に入っていくプレーっていうのは何回か見せたけど、はい、そんなに数多くこう出ていけるようなチャンスはなかったから、うん、そこはちょっと残念だなっていう感じはするけど、うん、まあ上々のデビューだったのかなと思うけど、うん、まあ、ちょっとね、代表に参加しますけど、ちょっと、怪我抱えている川崎亮太、それからね、今回、その、伊藤敦樹が追加で出場されたのは、広島の河村選手がね、途中で離脱したことで出場されたんですけど、このポジション結構、あれですよね、有望な選手多くなってきましたね、なんかね。J リーグだけでも、ちょっと俺違う仕事でさ、まあ、島崎が元在籍してたところでさ、ちょっとさ、はい、ベストイレブンを前半のベストイレブン選んでくれって言われたんだけど、両専門誌で、そこさ、やっぱり今島崎が言ったポジションって結構いるんだよ、はい、人が結構いますね、で結構悩むんだよな、はいはい、うん、神戸なんかも当然山口蛍もそうだし、あと斉藤美月も実はいいんだよ、はいはいはい、で当然 F マリノスもその木田のところもいいし、渡辺浩太も実はいい、はい、だからそれいるんだよな、あと、ね、当然上位のチームはみんなそうなんだよ、で名古屋にしてみたらそれは当然、
米本だった、米本と稲垣、稲垣、はい、うん、他もいるわけだよ。いますね。内藤も、当然いい選手なんだけど、はい、まあ、そこの選手はいい選手ばかりなんだよ、実はな。本当ですね、うん、で鹿島も実はそうなんだよ、はいはいはい、その回収とか、まあ、その辺も含めてなんだけど、はい、結構いい選手がいて、結構悩んでるなって、結構いるんだなっていう、ちょっと困るな、選ぶのっていうぐらい、タレント豊富なんだよな。まあ、それに加えて森田と遠藤がいて。正直な言うと、伊藤敦樹入れたかったけど、はい、ちょっと順位のところとか入れると、後ろの方は浦和の選手入れたんだけど、失点が一番少ないんだよね。はい、ちょっと伊藤敦樹はちょっと外させてもらったんだよね。ああ、なるほど、なるほど。入れたいのは山々だし、全然入れて構わないんだけど、やっぱりいるんだよな。うん、結構個性的な選手が、しかも多いですよね。それぞれ。で、まあ、海外でも当然そこでね、はい、まあ、不動の選手たちがいるから、代表で入っていくのはかなり厳しいハードルだなって感じはするな、ただ切磋琢磨する条件が揃ってますね。そうするとね、誰がなるのかすらわからない、誰が代表にあるかわからないみたいな。そうね、でも代表の一つの基準としてはっきりしてるのは、まあ、森保監督とちょっと話した時にね、はい、まあ、明らかにどういうステージでプレーしてるかっていうのは重視してるよ。まあ発言もされたりしてますもんね。まあ、もうそれも圧倒的に、それも圧倒的に違うから。J リーグがレベルが低いって言ってるんじゃなくて、はい、前も言ったけど、やっぱり例えば酒井宏樹のその強度の高さっていうのが、はい、特別にこう目立っちゃってる感じがするじゃん、うん、J リーグの場合は、やっぱりヨーロッパ行ったら、うん、あれがスタンダードだからさ、はい、うん、やっぱりそのぐらいやっぱり強度の部分では J リーグ全体上がってきてるけど、やっぱりそれを考えるとやっぱりヨーロッパでやってる選手たちの方が日常が違うから、うん、はい、うん、だからもしお前も言ったけど伊藤敦樹なんかもチャンスがあったら多分海外考えてると思うし、うん、行っても全然やれると俺は思ってるけど、だそういうことっていうのも少し考えていかないと、代表ってことを考えた時にね、裏にとっては非常に難しい問題ではあるけれども、はい、何でもかんでも海外行けとは言わないけど、うん、やっぱりその慣れってすごく重要でさ、まあそうでしょうね、もう J リーグの中ではもう十分やれるってことは証明してるから、なんかまあそういう意味で次のステージを考えてもいいのかなっていう感じはするけど、うん、裏にとっては彼がいなくなることは非常に、うん、大きな損失にはなると思うけど、うん、彼個人のことを考えると、うん、やっぱもう一つ上のステージでやるべきかな、のレベルまで来てるなって感じはするけどね。うん、まあ、あと、浦和関連というかね、RBX 新潟に所属していた、伊藤亮太郎が、ベルギーのね、シントトロイデに移籍が決まったんですけど、シントトロイデはもうあれですね、そういう意味ではよくさ、ヨーロッパの窓口的存在になってしまいましたね、これ。もう、まあ、それを目指してんじゃないかな。やっぱり、例えば、まあ、鎌田もね、フランクフルトから一度経由してそうだけど、はいはい、まあ、海安もそうだよね、あと遠藤航もそうだよね、はい、そうです。でもあそこに長く滞在しちゃいけないってこと、うん、あそこからステップアップすることが大事。あ、もうね、ステップアップなんだけど、長く滞在してるようではもうダメってこと、だって今島崎が言ったように、シントトロイデンが俺は悪いとは言わないけど、すごくに、はい、窓口になってると思う、ヨーロッパのね、はい、窓口なんだよ。本当に窓口にずっと座って説明受けてる場合じゃないですよってこと。説明ね。そうです ね。本当に。ね、旅行の相談してる場合じゃないですよと、窓口で。旅行ね。ね、どこ行きますって相談してるけど、なかなか決まりませんっていうんでは、まあ、そこからステップアップにならないから、そうですね、うん、入り口としてはすごくいいと思うんだけど、そこから早くやっぱステップアップできるようにしていかないといけないと思うんで。はい、そういう意味では浦和から行った選手たちもいるけど、はい、まあ、ちょっと俺は聞いてる話だと、何人か滞在している 3,4 人の選手たちは、若い選手たちは、うん、はい、やっぱりそこにいたんではダメだっていうことは分かってるから、うん、かなり移籍は考えてるみたいで、それがやっぱ代表にもつながるし、でしょうね、で森保監督もさっきも言ったけど、うん、どこのリーグでどういうチームでどういうプレーをしてるかっていうことを見てるから、あ、そっからヨーロッパでやってればいいわけではないんでね、ですね、うん、だからあそこは、うん、まあ、ベルギーのリーグは俺は決して低いとは言うには思わないけれども、うんうんうん、だけどやっぱりそのチームにずっとたいるってことは、ちょっと若くしてはちょっと問題があるのかなっていう感じがするよね、うんうん、まあ、富安、遠藤渡ると、あと鎌田と、モデルケースはあるわけなんでね、しっかりそこで結果のさえ残せば、次のステップはできるって証明にはなってるわけなんでね、福さんの言う通り、決して、そうね、その流れがあってみんなそこの窓口に入っていくんだろうけど、まあ、またシントトロイデンとしては違う思惑もあるんだろうけど、うん、そうになってもらいたいと思ってるけど、はいはい、
でしょうね。まあ、島崎はヨーロッパにいるから分かると思うけど、とりあえず、まあ、お互いみたいな形で、日本選手をどんどん取ってさ、移籍なんかもそんなにお金かからないの分かってるからさ、大した彼らにとっては大きな投手にはならないから、それが大きく化けることもあるからさ、ですね。で、とりあえずチャンスを与えると。はい。でも、ヨーロッパでやれるっていうことを、なんか、何お墨付きを与えてるわけではなくて、彼らはチャンスを与えてるだけであって、なんか機会よね。そのチャンスをどうやって自分がものにしていくかっていうことの作業をやっぱしなきゃいけないから、はい、そこはまあ、一区選手たちみんな分かってると思うけど、うん、でまあそこでチャンスをつかめなかったら、やっぱ日本にまた戻ってこなきゃいけないってことも理解しなきゃいけないと思うんだよね。そうですね。それが悪いわけじゃないけど、うんね、あくまでもチャンスをもらってるっていうだけなんで、うん、見る側もヨーロッパに行ったからどうってことじゃなくて、はい、チャンスをもらっただけであって、そこでチャンスを生かせるかっていうところは見てあげなきゃいけないよね。うん、そうですね。ということで、あずさんが準備できたようなので、じゃああずさんに入ってもらいましょう。あずさん、途中出場、ありがとうございます。あれあずさん反応してないもしかして。反応してないみたい。あ、じゃあ、入ってこれたら入ってくださいね、あずさんね。一応映ってありますが。じゃあ、ここから浦和の話を、始めたいと思うんですけど、福さん、最近の浦和はあまり負けてはいないんですけど、ただ引き分けも多く、それから福さんが以前からずっとおっしゃっていた得点力不足が、まあ、顕著になっている状況なんですね。現状の浦和について福さんはどう評価していますか？島崎言った流れとしては全くその通りだと思う。うん、ただACL の優勝から少しやっぱりなかなかこうモチベーションとかコンディションとか、メンバーとか、いろんなこと戦い方とか、いろんなことを試しながらこうやってきてるよね。はい、その中でここまでの結果に関して言うと、まあ、天皇杯もどうにか勝った、はい、ルヴァンカップもどうにか次のステージに行けた、で、リーグ戦も苦しい戦いの中でも、まあ、横浜FCに勝ててたら、もう上出来だなというふうには思ったけど、あれがちょっと残念ではあるけれども、それ以外のところ、広島、鹿島、難しい相手だったと思うんだよね。はい、で決して京都が簡単な相手ではなくて、京都は非常に難しい相手なんだよ。その中で、うまく勝ち点を拾ってったなっていうふうに、うまく戦えてるな。はい、ただ、いろんな選手を使いながら、監督は試行錯誤やってるけど、なんとなく使える選手は、まあ、決まってきたなって感じは。そんな感じしますね。確かに。もう明らかにちょっとこれ難しいよなっていうのは、なんか使える選手、やっぱり圧倒的に、安井なんかを重宝してるのは、強度の高さっていうのは絶対的に必要としてるね。はい。局面で。秋元を使ったりとか、左で。はい。やっぱり全体的にこう、縦に行く、こう推進力、パワー、そういうものは絶対的に要求される。うん。で、俺たちの世界でよく言うんだけど、よく球際って言い方するよね。球際がちょっとなっていう選手は、ちょっと厳しい言い方するよ。うん、J2 レベルだよなって言い方するんだよ、俺たち。うん、なるほど、なるほど。J1 のレベルじゃないよな。うん、はいはい。もしくはこれ、ヨーロッパレベルだよな。内容クラスだよな。うん、J1 でどうにかできそうだよな。うん、で、これ、ちょっとこの球際 J2 だよな。うん、うまいけどっていう。なるほど。うん、そこの部分で、そういう部分、まあ、一言で言うと、戦えるっていう方で一括りしてしまうのは非常に危険なんだけど、はい、その辺の強度の高さ、前に行く力、うん、そういうものはやっぱり重要視してる選手たちをたくさん使ってるなっていう気はするんで、うん、じゃあ今言ったように決定力っていう言葉で一括りにしていいのかって言ったら、そんなに言うほどチャンス作ってますかって話になるわけだな、うん、まず前提としてね、決定機を作ってるのかっていうことはありますよね。でも、うん、その決定機を多く作れば試合に勝てるのかっていうのはまた違う話であって、うん、別にそれを目指してるわけじゃないから、圧倒的に守備の安定から、うん、やっぱりしっかりとこう戦ってサイドを起点にサイドバックを高い位置取らせながら、はい、センターバックが非常に能力が高いんで、サイドバックが高い位置取れるから、サイドからうまく攻撃をしながら、はい、そこでうまくこうチャンスを作り、またセットプレーからチャンスを大きくしていく、うん、まあ、粘り強い戦いをしてるから負けなくどうにか勝ち点を拾ってきてるなっていう感じはするけど、うん、じゃあずっと言ってるけどリーグ戦で最終的に勝ち切っていくためには、やっぱり点を取らなきゃいけない。はい、それと今のレギュレーションで言うと、5人交代できるんで、うん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 、
試合の流れを決められるような選手がベンチにどれだけいるかって実は重要なんだよね。はいはい、ここ何年かか見てきてね。うん、ここ6年間ずっとあの一部の神奈川県の一部の地域で優勝を分け合ってるんだけど、どっちかで、ね、このチームが優勝してる時っていうのは、うん、確実にベンチにそういう選手たちがいるんだよ、両方とも。はい、うん、で流れを変えてるんだよ、5人交代になったことによって。うんうんうん、特にそうですね。うん、そこのとこに関して言うと、やっぱちょっと弱いよなっていう気はするんだよ。うん、じゃあ他どこいるのっていう話になるわけだよ。うん、浦和だけじゃなくてね。うん、そうすると、F マリノス以外ないんだよ。今のところ。うん、それだけの。俺が見る限りでは、ね、去年 F マリノスが優勝してるのは、はい、そこの選手層の厚さで試合の流れを圧倒してきてるところがあって、ちょっと前のフロンターレはそうだったんだよ。うんうんうん、前回のちょっと話が飛んでしまうけど、前回の親善試合、はい、エルサルバドル戦、先発フロンターレ4人いるんだよ、うん、元フロンターレがね、がな、あ、Jリーグ難しいなって俺は思ったんだよ。あ、そうですね、この選手たちがこう 2,3 年の間にいなくなっちゃうんだもんなって思ったんだよ、はいはい、うん、そうですね、今代表で主力の選手たちがいなくなっちゃうわけだよ ね、うん、ですね、だそういう選手たちがベンチに座ってた時代があるわけだよ、はい、だからそのぐらい5人交代の時にやっぱ試合の流れを決められる選手たちがいたっていう意味では、うんうん、やっぱ浦和にはちょっとそれがないかなっていう部分は、うん、はい、ちょっと不安材料ではあるかなと、うん、ですね、だからそこの部分で、まあ、ずっと言ってるこう新しく帰ってきた外国籍の選手も、去年から入れる選手たちも、まあ、そこそこやってるなっていう、そこそこ今日の試合もそこそこいいなぐらいな、うん、それでいいのかなっていう気は俺はちょっと、うん、感しちゃってんだけど、そうですね、圧倒的にコオロキがいないと厳しい、はいはい、今言ったら大久保、うん、今すごく良くなってる関根はいいよね、うん、ここ数試合俺はずっと関根いいと思う、いい時の関根に戻ってきたなっていう、うん、ずっと良くないな、ちょっとどうかなと思ってたけど、うん、攻撃のとこでもアクセントつけられるようになってきた感じはする、はい、で、まあ、中盤で言うとセンターバックとボランチの2人ずつはもう外せない、うん、ゴールキーパーの西川外せない、酒井宏樹がいなかったら厳しい、うんうんうん、秋元がいないって、厳しいところもあるよね、前線の選手も小粒だよな前線がね、どうにもね、やっぱ悩ましいですよこれ、だからさっきの話じゃないけど、ベストイレブン選んでくれって言われたじゃん、後ろは浦和なんだよ、あ、なるほど、台は一人も入れてないよ、うん、入らないですよね入れられない、うんうん、それはもう本当にでも、だから、うん、俺去年言ったけど、はい、センターバックも変えなきゃいけないよねと、サイドアタッカー、まあ金子の名前出したけど、サイドアタッカー入れなきゃいけないよねと、でセンターフォワードも取らなきゃいけないよねと、町野の名前出してもらったけど、はいはい、それはユンカーがいる前提でね、だったんだけど、はい、じゃあその代わりにコールキーがうまくはまってくれたからまだいいけど、うん、圧倒的にそこ足りないよね、足りないですね、だから前も言ったけどフォワードの選手に俺がちょっと気になるのは、はい、周りを使うことがうまい、はい、ディフェンス頑張る、うん、ハードワークする、仕事が点を取るだけじゃないみたいな、うんうん、そういう選手が出る、総合的な点を取るだけじゃないんじゃなくて点が取れないから他のことをやってるようにしか見えないんだよ俺には逆に厳しい方するんだよ、うんうんうん、確かに、それはプロの世界でなんでかっていうと、そうじゃないといろんなところで試合が出れないから、小さい時から、それだけでやってても結果を残さないと試合に出れないよね、はい、そうすると試合に出るためにどうするかって言ったら、そういう選手たちは他のところでチームに貢献できるようにやっていくわけだよ、うん、そういう選手たちをやっぱ取ってきてるから、はい、そういう選手に点を取ることを求めるのは俺は酷だと思ってんだよ、うんうんうん、だからクラブがセレクトしてる選手っていうのは必ず、はい、いやうちのそのサッカーの考え方に適した選手を取ってきましたって必ず言うよな、前の方の選手、はい、要は点があまり取れない選手を取ってきてますよってことなんだ、ちょっと厳しいことするそういうことに、うん、なってしまうと、うん、あ 俺はそういうふうに、そういうふうに聞こえるんだよ、はい、だからそういう選手を取ってきてる以上それを求めるのはちょっと酷かなっていうふうに思ってんだよな、うん、だから取る側がそういう思いで取ってきてるんであれば、その中でどうにかやっていくしかないのかなっていう、うん、で今島崎が言ったように浦和にとってちょっとこう
停滞するって書いてあるけど、うん、浦和が勝ち点伸ばせないときはこういう試合になるよ。なるでしょうね。そういうチーム構成なんだから。はい。うん、確実にね。だから、一喜一憂するわけじゃないけど、いや、勝てないっていうときはこういうゲームでしょっていう感じは俺はしてるし、それも当然だよねっていう。まあ、でもこの中で勝ち点をこうどうやって積み上げていくかだけの話であって、うんうんうん、だけど、人を見たときにそれを求めるのはちょっと酷だろうなと。だって、選んできてる人たちがそういう感覚で選んできてるんだから、そういう選手を選んでんだから、それはそういう選手でしょっていうには俺は思ってるけどな。いや、これだけ守備が安定して、まあリーグでも屈指のね、失点率、失点少ないわけですけど、その結果、引き分けまではなんとか持ち込めるんだけども、福さんの言う通り、この得点力である限りは、なかなか勝ち点3を積み上げる作業難しいなって思わざるを得ないですね、これも。チャンスの数が少ないよな、やっぱな。うん、チャンスそれはなぜかっていうと、やっぱりサイドを起点に攻撃してって、コールゲーの時は中で起点が作れるけど、若干ね。基本的にサイドなんだよ。はい。で、サイドバック高い位置取れるのは、センターバックの2人の能力が高いから、はい、サイドバック高い位置取って、サイドでポジションを変えながら、うまく起点を作ってるよね。だけど、あとはセットプレーしかないよな。そうですね、で何度も言うけど、誰が点取るかは別に問題ではないけど、フォワードの選手があまりにも点を取らなさすぎだよな。うん、取らなさすぎですね。あんまりこう優勝するチームで、そういうチームってなかなか俺は、最終的には厳しいかな。って俺はちょっと思ってるんだけど、うん、そうですね、うん、だから守備的なチームって言い方はしないけど、非常に、うん、まあ、安いをあそこで使ってる時点でさ、はい、やっぱり守備をしっかりやるようなチームをやっぱりこう作ってきてるから隙はないとは思うんだよな、うんうんうん、その分なんていうのかな、ゴール前での別にそれを求める必要はないのかもしれないけど、点を取るためにね、うん、こう相手がびっくりするようなこうアイデアとか発想とか、意外性とか、うん、まあ、クリエイティブとか、はい、まあ、サッカー的に言うとクリエイティブな部分、うん、っていうのはあまり重要視するようなサッカーは攻撃においては見れないような、うん、それは目指してない、まあ、かなりシンプルですよね。そう、すごい島崎言ったようにシンプルで、要は何かというと、はい、どっちかというとパワーを前面に押し出してるような、うんうんうん、ですね。そういう選手をみんな使ってるから、はい、縦に行くこう力強さっていうかさ、そうですね、うんうん、それを前面に押し出してサッカーをしてるんで、だからゴール前で何か相手がびっくりするようなプレーっていうのはあまりない。うん、まあ、スピードとパワーで打ち破るみたいな。ああ、そうそう、そういう感じでね。で、あとはまあ、守備を強固にしてっていう、ハードワークしてっていうサッカーなんで、もうそれでやっていくしかないと思うし、そうですね、できればだよ、うん。できれば大迫取ってくるぐらいさ。まあまあ、そうするとそういうシーンなので、やりやすい。では、俺は思ってるよ。一番わかりやすい、ね。まあ、今でも遅くないよ。町野取ってきてもいいと思うよ、俺は。はいはい。まあ、うん、昨年までスコロチャ監督が率いた、ポズランにもイサークっていう、まあ、典型的なセンターフォワードタイプいたんですよね。まあ、大迫と似たような感じなんですよ。本当シンプルにクロス上げればゴール決めてくれるような選手で。まあ、だからスコロチャ監督もそういうタイプのフォワードは当然求めてるんでしょうけど、人材が偉大っていうのは現状なのかもしれないですね、これ。まあ、だから監督が何を求めてるかちょっと分からないけど、監督はだっていくらでも欲しいっていうのはあると思うけど、それは言ってもしょうがないっていうのは分かってて、それを言ってしまうとだよ、だからスコルジャ監督がプロフェッショナル監督だなと思った時に、まあ大阪なんか神戸と試合やった時に大阪のことなんか評価した時にいい選手だと、だけどうちにはそのヴィンセントコオロギがいるからっていうような言い方したんだよ。これすごく指導者にとっては非常に重要なことで、モチベーションをいる選手たちに上げさせなきゃいけないんで、はい、うん、そうですよね、うん、これオシムさんも実は言ってて、この選手欲しいかって言ったら、うん、いや、うちにはいい選手がいるから、必要ないって言い方するんだよ、うんうんうん、本当は心ではそう思ってないはずなんだよまあやっぱり所属選手のね、うん、プロフェッショナルとしてはやっぱりいる選手たちのモチベーションをしっかりと維持しなきゃいけないんで、はい、まあ、そのコメントした時に、ああ、もう本当にプロフェッショナル監督だなっていうのは俺は思ったんだけどさ、うん、本心は多分必要だと思ってんじゃないの、うんうんうん、だって、ね、そこ入れたらもうコンプリートだから。そう、それでシンプルに点取れれば、まあ、だから俺言ったように、うん、サイドアタックの選手と、はい、途中から入れられるサイドアタッカーの選手がいないわけだよ今の、はいはい、うん、ですね。モベルグ悪くないけど、うん、なんかちょっと見たけど、やっぱなんかそう、体の線細くなって痩せた感じだよな。うん、なんかやっぱりコンディションが非常に問題抱えてるのかなって思っちゃいますね。なんか単純に体が小さくなっちゃって。なんかすごい体がさ、
体が細くなっちゃった気がするんだよな、一時よりな。なんか、すごくプレーにさ、波がある。いい時の、我々が知ってるいい時の彼のプレーをずっとやれるかっていうと、実はそうじゃなくて、試合によってもそうだし、試合中もそうだよね。非常に波がある気がするんで、なかなか計算立たないね。そうすると、大久保っていう選択には当然なると思うんで、大久保が抜きには語れないし、やっぱり興梠の代わりはちょっといないかなっていう、観点も悪くないけど、怖くないんだよな、ゴール前でな。圧倒的に怖くないんだよ。まあ、興梠も、観点もな、後ろの方に下がってきてね、組み立てに参加しようとするような素振りがよく見られるんですよね。まあ、それもちょっとやっ、ね、まあ、だから多分彼らが点取るような形にはなってないんだけど、別に興梠に関して言うと、そこの部分に伊藤敦樹とか入ってったりして、点に絡んだりもしてるから別に、もううまく絡めてると思うんだけど、ちょっと観点の場合は、そこまで、絡めてもないし、かといってゴール前で迫力があるわけでもないし、やっぱり多少ね、相手が、例えば鹿島とか、こう、強固な守備をしてきて、上位対決になってた時には、はい、ちょっとカンテでは物足りねえなっていう、それがちょっと下位のチームと力の差がある時には、十分力出せるかもしれないけど、ね、オープンな展開になったりとかね、はい、ちょっと大切なところで途中から出てきて、何かやってくれるかなって思うと、リンセも含めて、ちょっとそこは期待あまりできないなって、どうしても見ちゃうんだよな。あずさん大丈夫ですか、お子さんが。はい、聞こえますか。はい、聞こえます、聞こえます。ありがとうございます。はい、どうも。はい。大丈夫ですか、大丈夫そう。行きます。大丈夫ですよ。はい。はい、じゃあ、早速、チャットは、スーパーチャットはいくつか来ているんで、読んでいきましょうか。はい、読んでいきます。はい。はい、ドレッドワークさん、いつもありがとうございます。平野からリンセンのパスは思わず腰が浮きましたね。だけど、その後のリンセンのシュートには腰が砕けました。まあまあ、個人的にはブーイングはしないし。僕も腰砕けましたよ。福さん、昨日のリンセンのチャンスシーンは見ましたか、これ。見てない。見てない。一発のスルーパスって1対1になったんですが、ゴールキーパーとね。まあ、ちょっとかなり簡単にループシュートを狙って、そのループシュートが枠を外れていくという残念な結果に終わってですね、皆さんもかなりね、その、がっかり感が激しいというね。まあ別に、ループがいけないわけじゃなくてさ、そこを決められるか決められないかだけの話で、やっぱ彼自身がやっぱり思うように結果が出ないんで、はい、なんか少し、考えることが多くなって、そこに、で、ちょっとなんていうのかな、よくフォワードであるんだけど、はい、どっちがかに触れてしまうってことだな。ああ、なるほど。何でもかんでもシュート打ってしまう。何でもかんでも丁寧にいってしまう。でもそれは実は状況判断が実はないんだな。はい。しっかりと状況判断して、しっかりそこの部分で早く決断して実行していくっていうところに一瞬の迷いが入ってくると、やっぱりその一瞬の迷いが、やっぱり結果が思うようにいかなくなってしまうってことに、今ちょっと、なってる気はするんだよな、ただ彼の良さははっきりしててディフェンスの背後に抜け出す動きだと思うんだよ、はい、それはすごく体の向きも含めていいと思うんだけど、俺は彼がオランダだよね、はい、オランダ人ですね。オランダでどんなプレーをしてて どういう結果を残してきてどんなチームでやってたのか俺には分からないけど、あんまり上位のチームでずっとやっていくフォワードではないんじゃねえかなって気はするんだよな。下位のチームでどちらかというと、スペースをたくさん持ってて、なんかそこで、なんかこう、うまく抜け出して、点を取っていく選手なのかなって感じはするんで、なんかその部分も含めて、やっぱり彼の良さっていうのは今のチームでなかなか出し切れてないような気がするな。なんか一応ね、エールディビジで100得点以上マークして、まあ、フェイノルトの在籍期間が長いのかな。フェイノルトは一応、オランダではベスト3に入るチームですが、まあでもね、最近はアヤックス、PSV が、優勝争ってる3番手の評価ですけど、でもなんかその片鱗がなかなか見られないのがみんな歯がゆいみたいな感じなんでしょうね、きっとこれ。フィットしないのかなっていうのをね、あずさんずっともう今年、それから昨年、もう感じているんですよね、これみんなね、きっと。いや、待ち続けてるんですけどね、なかなかこう、噛み合わないですよね。ね。そして次行ってみましょうか。はい、続きまして、はい、000さんです、ありがとうございます、
はい、福田さんに質問です。荻原がスタメンで出れない見解を聞きたいですと。まあ、先ほどね、はい、福さんちらっとおっしゃってましたけど、秋元が左サイドバックで起用されていて、まあ、秋元はね、福さんも局面強度非常に高い選手、定評ある選手で、まあ、荻原も高いとは思うんですけど、やっぱり、スコルジャ監督としては秋元を選択してるんでしょうね、そういう部分で。まあ、守備のところも含めれば、やっぱ安定感も含めれば、うんうん、いや、脇本の方がやっぱ計算立つってことじゃないかな。でしょうね。うん、やっぱちょっとムラがある気はまだ若干するんだよな。うんうんうん、不安定な感じ、うん、なるほど。だから思い切りはいいけど、なんか守備のところも思い切りいってるだけな感じがしようから、思い切りなかなか判断が伴ってないかなっていう感じは若干するんで。なるほど、なるほど。うん、ただ途中出場してますね。の部分に関して言うと、はい、秋元よりも確かに精度の高いボールを蹴るかもしれないけど、うん、まあ途中から使うっていうのは一つの選択肢としてはありかなっていう、うん、だからスタメンで出れないっていうのはなぜかって言ったらそこに秋元がいるからなんじゃないのまあ途中で秋元が前にね、中盤で左に入って荻原が左サイドバックに入ると攻撃力が格段にアップするみたいな現象は見られますよね。まあ、それが途中からそういう形にするのはちょっと手としてありな。まあまあそうね。だから先発でやってどうかっていうのはまた別だから、そうですね、うん。そういう感じする。先発でやるってことはずっとスタメンで出ていくってことだから、はい、果たしてそれに耐えうるだけのものを持ってるかって話だな。うん、そのあたりの評価。それはやってみないとわからないけど、それはもう秋元の方がやっぱタフだったら俺は思うな。まあ俺は別に監督ではないけど、俺はまあもしチームをもし見るんであれば、秋元やっぱり外したくないな。うん、ですね。あれだけ計算できる選手、しかも途中でいろいろなポジションも任せられるんで、非常に。ヘディングも含めて強いからね。はい、ですね。ただゴール前で点を取るってことは求めちゃいけないと思うけど。昨日はね、取りましたけど。それを求めたらかわいそうだけどさ。うん。はい、次行きましょう。はい、藤崎美咲さんです。ありがとうございます。以前から福田さんが F マリノスを例に指摘された通り、5人交代によってサッカーという競技そのものが大きく変わってきています。スコルジャ監督はそのあたりをかなり認識して、特に後半前半の組み合わせを変えて勝利をつかんできました。福田さんはクラブの補強方針、マネジメントなど今後どうなっていくと思われますか？まあ、重複している内容もあるので、そうですね、でまあ、補強方針、マネジメント等々ということになってくると思うんですが。補強方針、というか、まあ、やっぱり福さん、それこそ5人交代できることによって、ベンチメンバーにも、それなりの力を求めないと、優勝はぶつかないっていうのが、まあ、マリノスの例を見ていると明らかなのではっていうのが、先ほどの福さんの見解ですよね。だまあ、F マリノスの話したけど、やっぱりかなりの選手がベンチに座ってることがあるわけだよ。だから、それはそれでマネジメントは難しいですよっていうこと、ね、現場サイドとしては。うん、ですよね。だそこのところは、いればいいわけではなくて、はい、そこをどうやって使えるかっていうことは、非常に監督の、その手腕ってこともなってくる、うん。いなければいないで、監督の仕事っていうのは減ってくるから、はい。その代わり、流れを変えるようなことはちょっとなかなか難しいけど、うん。ですね。特に、まあ、その、こう書いてあるけど、後半と、まあ、前半と後半と変えてこう流れを変えたりっていう感じはしてるけど、はい、そこまで激変してるかなっていう感じは俺は若干するんだけど、そこまでのカードはちょっと切れてないかな、そこまでベンチにいないかなって俺は見てるけど、それは他のチーム見てるからね、俺がね。それでは例えばフロンターレのいい時とか、はい、F マリノスのいい時とか見てると、まあ、圧倒的にそこの流れがらっと変わる、うん、それは何で変えるかって個の力で圧倒的に変えていくっていうこと。はい、うん、それは今この力で変えられるかっていうとそういう選手がいないってことなんだな、うん、まあそれでもね動きとかなんとかで変えることができるかもしれないけど、上位対決になった時にこの力ってすごく重要だと思うんで、はい、そこの部分でこのところで相手にやっぱ圧力をかけられるような選手っていうのがやっぱ途中から出てこれるかっていうとちょっとそういう選手がまだちょっと不足してるかな、うん、それはいつもこの話になる時に何かっていうと優勝ってこと考えた時だよ、うん、ここがいつも、その、なんていうかな、ブレちゃいけない話だと思うんだけど、うん、優勝するためには、はい、っていう話。ですね。上位で今頑張ってるよねって話じゃなくてさ、うんですね、いや、これ最終的に優勝争いできるよねじゃなくて、優勝するためには、どうなのっていう話をいつも、俺はしてるつもりなんだけど、うん、そこがブレてしまうと、いや、よくやってるよねとか、うん、いるじゃんって話になったりするんだけど、うん、いるじゃんは、他のクラブと、クラブと、比べてどうかって話を含めて、ねうん戦力的に言うとね、それは優勝するために他の戦チームと比べなきゃいけないわけね、戦力がね、ある程度ね、うん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 。その時に足りてますかっていう話の、うん、が前提なんだよな。そうですね。そこが他のところを見てないと、まあ、いや、いるじゃん、この選手もいるじゃん、うん、
あの選手もいるじゃん、この選手いいじゃんっていうになっちゃうんだけど、それは優勝ってことを考えたときに他のクラブと比べたときにって話になるけど、うん、ね、明らかに足りてないと思いますね。やっぱり特に攻撃陣が足りないと思ってますよ、うん、やっぱり。これはだってユンカが抜け、江坂抜けてね、江坂抜けて、まあ一番、松尾が抜けたのが一番大きいと思ってるけど、サイドのね、松尾がまだいれば、うん、松尾が前提でいて、俺はまだ金子っていう選択を持ってたんだけど、そうですね、右にね、うん、右に金子、その俺に言わせたらまだ2つ足りないのと、あとフォワードに1人足りないよね、はい、3人ない、コロキが頑張ってるけどさ、だから 俺後ろはどうにかセンターバックのとか必要だよねって言って、そう、うまく埋まって、うん、俺が思ってた以上にいい選手を取ってきたなって、ここはものすごく評価しなきゃいけないことだと思うけど、うん、まあ、明らかにあそこの補強は大成功だと思うよ、ね、うん。はい、ちょっと次行きましょう。はい、タイのレッツさんありがとうございます、はい、仕事終わって久々参加です。でも来週は不参加なので今日はじっくり楽しみますということです。あのタイといえばね、はい、マートンから一、人ね選手が来る、浦和に来るんじゃないかという噂になってますよね、はい、ね、まだ正式発表、現地メディア報道ですかね、はい、まあちょっと正式にね発表があったらまたお話ししたいと思いますね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ヒカルダヨンさんありがとうございます、うんうん、福さんが先ほど点が取れる選手を取ってきていないとおっしゃってましたが、うん、なぜ強化部はそのような選手を取ってこれないのでしょうか。単純にお金や交渉の問題で取ってこれないということなのでしょうか、まあ、なかなか厳しいですが、まあ、素朴な疑問ですよね。取ってくればいいのにって話ですよね。まあね、そういう選手は頼んでないんじゃないの。ユンカーをね、しかもねレンタルで名古屋にっていうのはそもそもね、いや、ユンカーをなぜ出したのか俺には知らないけど、例えば、ね、うん、もうずっと言ってるけど、いや、なんていうの、いや、彼は本当に趣味のところでも頑張るんですよみたいな、そういう評価やめてもらいたいんだよね、前線の選手にね。フォワードに対してね。もうずっとそうなんだけど、うん、点を取るけれども、守備もやりますならいいよ。うんうんうん、前提としてね。いや、点取るだけじゃないんですよ。守備も頑張るんですよじゃなくて、彼は点をたくさん取るけれども、うん、守備も頑張ると。守備もやりますならわかるけど、彼、点取るだけじゃないんですよ。守備も頑張ります。やめてもらいたいもん、その評価。そういう評価ね。点取るけどもって、どんだけよって話になるわけよ。はい、さっきの話じゃないけど、うん、点があまり取れない選手は、試合に出るためにはそっち頑張んないと出れないんだよ。だそういう選手を好んで、今取ってきてる気はするんだよ。別にそれはそれでチームの方針だからいいんだよ。うん、はい、うん、だそれで戦っていくしかないし、うん、そういう選手を取ってきてるなっていうふうに思うんだよ。で今言ったようにそうやって点の取れる選手っていうのはお金がかかるのは当たり前だよね。まあそうですね、うん、チームを勝たしてくれるんだから、はい、うん、そうだよね、うん、だって俺は点を取らなかったら試合に出れないんだと思ってずっとやってきてる選手だよ、小さい時から。そうですね、俺は点を取ることでずっと生き残ってきてる選手と、うん、いや俺もあんまりちょっと点取れないから試合に出るために、うん、そう、他のことでもやんねえと試合出れねえからって普通は選手は思うわけだよ、うんうん、取れない選手は、だからそこ頑張るわな、うん、だからそれは結局はそういう選手なわけだよ。それが悪いって言ってんじゃないよ、それは選手の個性だから、だからそれをチームがどっちを選択するかっていうことなんじゃない、うん、今はどっちかっていうとその後者の方を選択してるような俺は決するよ、さって、うんうんうん、だけど点が取れる選手って何って難しいわけだよ。兄もちょっとわがままなとこもあるから、はい、うん、で他の選手に対してやっぱいろいろこうやってもらわなきゃいけないこともあるし、うん、じゃ点を取る、例えば今だったら大迫は点も取るけどポストプレーもする、守備もやるんだ、献身的に、はいはい、まあすごいスーパーですよね、だからね、まあ、守備も献身的にやるけど点も取るわけだ、攻撃の起点にもなるし、それが大前提とあって、うん、で守備もやるだから、うん、だそういう選手が取ってこれればいいよ。そうですね。でも外国籍でなかなかそういう選手は難しいのかもしれないしさ。うん、じゃあどうすんのって話になるんじゃないの、だから。だから大阪取ってくればいいんじゃない、うん、大阪取ってくれない何億もかかるだろうから、そんなお金がないんだったら、じゃあどうにか他のところで補うしかないんじゃないっていう気はするけど、うん、強化部も一生懸命動いてるのは動いてるんじゃないの、それは。うん、そうでしょうね。でも俺が見る限りでは、なんかそういう点が取れる選手を取ってきてるふうには見えない。うん、本当の意味でだよ、うん、それを生業にしてずっとやってきた選手を取ってき、あ、うん、してる感じはしないかなっていう、うんうんうん、いや俺も点取らないとやっぱり試合に出れねえからっ
っていうような覚悟を持ってる選手はちょっといないかな。ホセカンテなんかも周りを使いながら、いや、いい選手いたら周り使いますみたいなこと言うけど、そのコメントいらねえしみたいな。点取って勝たせてくれよっていうふうに俺は思っちゃったりするんだけど、彼のその良さなんだけど、彼の良さなんだけど、だそういう選手を好んで取ってきてるなって感じ。だから、いつも言うけど、三菱らしいなって思ってる。そういう意味でね、まあ。すごくチームのためにやっていくみたいな、そういうチームに今なってきたなって感じはするよ。うん、だそれはそれでしょうがないんじゃないかな、うん。それの中でどうやって勝ち切っていくかってことを考えていかなきゃいけないんだと思うよ。そういう意味ではうまくスコルジャーさんやられてると俺は思うけどね。まあそうでしょうね。スコルジャー監督はもうなんかできる限りのことは全て今のところやっているっていうようにも見えますね。なんとなくね。うまくいかないときはさっきも言ったけど、こういう結果になるからね、浦和が。だってそういう戦い方してるから。はい。それはチームのカラーだと思ってればいいんじゃないの？うん。だから俺は言ってるのは、そういう選手がいたらもっと、優勝に近づくよねっていうことを言ってて、今でも優勝ができないとは言ってないけど、もっと優勝に近づくんじゃない？うん、他のチームとしては、はい、と戦う争っていくためには、うん、それはなぜならばカップ戦じゃなくてリーグ戦だから、引き分けでは勝ち点に落としていくから、うん、やっぱ勝ち切る力重要で、そのために点を取らなきゃいけないから、うん、カップ戦は1点も取らなくても優勝できる仕組みになってるからね、要はね、ゼロでもね、リーグ戦はそうはならないんで、うん、だってね、あずさん、ルヴァンカップはグループステージ1勝しかしなかったんですよね。5引き分け、それで首位突破したんですよね、確かね。いや、それはもうリーグ戦ではちょっとね、うん、まあ、それはそこの部分はリーグ戦なんだけれども、本当の1年間通してのリーグ戦でやっぱそれは厳しいから、正直なところ。そうですね。そして2ずつ落としていくんでね。まあ、非常に実は厳しい引き分けっていうのはね、はい、だそれを勝ち切るっていうことは非常に重要なことで、そのためにやっぱりそういう選手っていうのは必要だと俺は思ってるけど、うん、それを望んでないから、クラブが別に。と、俺はそう思ってる。望んでんのかもしれないけど、うん、俺から見ると、外から見ると、そういう選手は取ってきてないよね、うん、って思うんで、いや、それはそれで、やっぱりチームとしてそれでやって、どうにか勝ち点を積み上げていくしかないんじゃないっていうふうには思うけどね。うん、ちなみに、その、僕からちょっと副菜に質問があるんですけどね、その、結構今のチームって、まあ、シンプルではあるかもしれないですけど、クロスが上がってる印象もあるんですけど、そのクロスを捉えられない選手たち多いんですけどね、そもそも、今の浦和のクロスって、フォワードからしたら優しくないんですか、これ。福さんから見てどうなんですか、その、当てずっぽうに蹴ってるだけなのか、フォワードとしては、あんなの得点決められるような、形じゃないよって思ってるのか、それともわかんないけど、それはわからないけど、なんかいつも跳ね返されちゃうんですよね、やっぱり相手ディフェンダーに、もう高確率で、これはなんでと思うんですけど、飛び込み方とか、その選手の入り方とかが訓練されてないとかっていう面もあるんでしょうけど、そんないいタイミングでクロスが上がってきてるとは俺には思えないけど、あ、やっぱりそうなんだ、やっぱりそういう感じね、申し訳ないけど、酒井宏樹はすごくいいと思うけど、はい、クロスに質のある選手ではないよ、あ、やっぱり、僕の上手い選手って実はないよ、なんとなくそれは深いところまで侵入してクロスを入れていくっていうんであればいいけど、だから それはそうだよね、だからそんなに多くのチャンスを作れてないっていうのはそこにもあるんじゃない、サイド攻撃起点になってるけど、はい、で縦にどんどん行くけど、クロスもそのままの勢いでこう入れていく感じはあるよね、しかもテンポがなんかワンテンポみたいな、例えば川崎とか、例えばF・マリノスとか、今、まあ、札幌なんかペトロヴィッサなんかもそうだけど、そうやってゴール前でいろいろコンビネーションを使いながら、ボール動かして人が動いて、完全に崩してっていう形のゴールっていうのはほとんどほぼほぼそんなないよね。そうですね。そういうことを目指してる感じじゃないから、うん、サイドから島崎が言ったようにシンプルにこう、深く取って、そこからなんとなくクロスを入れて、うん、中入っていくみたいな感じだよね。はい、ね。あとはセットプレーでしょ、大船、ほぼね。そう、ほぼそうです。ホイブラーテンの高さっていうところが、ね、大きな武器だと思うんだけど、それで全然いいんだけど、でもそこの部分は、そんな簡単にはなかなかならないんじゃない、うん、そういう戦い方してるから、逆に言うと失点も少ないのはそこにもあるかもしれないよね。うんうんですね。まあ分かりやすいから守りやすいっていうのもありますよね。その、うん、やりきって戻ってくればいいから。そうですね。いや、なんか、興梠なんかは本来クロスへのなんかヘディングシュートとかすごくうまい選手だと思ってるんですけど、その彼がすごく窮屈そうに競ってたり、もっとの枠に飛ばないシュートを打ったりしてるのを見ると、そもそもクロスに問題があるのかって思ったりもするんですよね。クロスもそうだし、そこまでの流れもあるんじゃない？流れもそうね、そうですね。テンポが、ワンテンポってよく言う方は最近多いんですよね。テンポはずっと一緒だって、今のレッツ。
あ、まあだからその縦に速いってことでしょ。で、テンポが一緒。しかもそのテンポが。だからそういうことでね。だからそれはそうだよ。はい、うん。クロスもだから分かりやすい。それが悪いわけじゃないから。まあ、そういうサッカー目指して、だって前から守備をしてるわけでしょ、うん、はい、うん。守備してプレッシャーかけて、やっぱやっていく、もしくは前から相手がプレッシャーかからなければ、センターバックが広く取って、サイドバック高い位置取って、サイドから攻撃していく。はい、で、こう、京都みたいに、やっぱり裏に対して前からプレッシャーかけてきたり、センターバックにプレッシャーかけられると、なかなかビルドアップがうまくいかない。うん。うん、それははっきりしてるよね。はい。そうすると長いボールを、まあ、京都戦なんか対応する。ええー。それはそれで割り切って戦えるあたりは、俺は見事だと実は思ってるんだけども、それは去年までだとそれに固執してて、そこで捕まるってことがあったけど、そこはあれだけのセンターバックがいて、例えば岩尾がいるにもかかわらず、無理だと思ったら一つ捕まえられてね、はい、でそこを切り替えてやれるっていうところが、まあ、スコルジャさんの柔軟性ってことは、俺はすごく評価してるし、素晴らしいな、それがサッカーだよなっていう、自分たちのやりたいことをやるのがサッカーではなくて、相手の嫌がることをやることがサッカーで一番重要で、ええ、だから勝てる監督さんだなっては俺は思ってるけど、うん、だそれはそれでしょうがないんじゃないの。まだその最初、ね、あんまり多く求めんなよ。そうね、そうね、そうですね。よくやってると思うぞ。いや、それはそうです。それはもう本当にこれよく勝ち点拾ってると思うよ。いや、それは全く異論ないですよ。もう本当によく、むしろこの成績出ることの方がすごいなって思ってるわけです。まあ、リーグ戦に関して言うとね。いや、本当に監督の手腕もあると思うし、あと、コオロキが本当にうまくやって、はい、うん、3試合目からスタメンで出てたこと、うまくいかなかったことが、コオロキにチャンスが生まれて、そこでチームがうまく生まれ変わった、いいきっかけになったと思う、あの連敗がね。そうですね。じゃあ次行ってみましょうか。あずさん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、行きましょう。はい、母さんありがとうございます。公式戦直近23戦1敗なので、はい、後半戦は引き分けから勝ちに持っていきたいですねと。まあ、みんなの思いですね。直近23戦1敗なの？もうちょっとしてない？そんなに負けてない？どこからカウントしてですかね。まあ、突戦でね、まあ、突戦で負けた以降は負けてないんだよね、実はね。うん、よくだってリーグ戦で3敗しかしてないんでしょ。そうですね。開幕の2試合しか負けてないでしょ、だから。そうですね。うん、だからこの後突だけでしょ。はい。だからすごく粘り強いですよね。もちろん守備がベースにあることが大前提なんで。これね、だけど、よく考えてもらいたいんだけど、去年も実は負け少ないからね。うん。引き分け多かったんですよね、去年も。そうよ。うん、去年やたら引き分けが多かったのよ。はい、すごく多かった で、ね、でそれで苦戦してるのよ。結局ね、リーグ戦なんか、うん、そうそう。でも去年は実は点はたくさん取れてる。うん、取れるしはバッて取るから。うん、だからそれが点がたくさん取れればいいってわけじゃなくて、なんか別に勝つために相手にも1点でも多く取れればいいわけで、でもどの試合も2点ぐらい取れればいいわけだよ。うん、で1失点で収められる力はあるから、うん、2点取れる力があれば、やっぱ勝ち点積み上がっていくと思うんだよね。うん、はい、多分そういうサッカーをずっと試行していくんじゃない、今の流れでは。うん、うん、そうです、ね。それがやっぱリーグ戦で優勝に一番近づく一番の手段だと思うよ。うん、今のメンバーでいくとね。うん、失点は1で計算つくと思うよ、どうにか。ね、まあ、どうにかして2点取るってことだろうね。そうですね。まあしかし本当ね、23戦いっぱいってすごいですよね。もう、それはやっぱりすごい、この、チーム力高まってるなっていう評価できますよね。はい、次行ってみましょう。はい、V1 さんです、うん。スコルジャさんたちスタッフ陣の尽力がなかったら今頃ぶっちぎりの降格候補だったと思う。どうだ、あれもなかなか辛口な、はい、感じですが、まあまあまあ。まあ、結構苦労してるクラブもあるんでね、浦和以上に。ぶっちぎりだったかどうかわからないけども。まあでもね、今季はこのチーム力、特に監督さんの手腕は、なんとか大きく見えちゃいますね、奥さん、こうなるとね、やっぱね。まあもう、まあ、常々言ってるけど、浦和が優勝目指します、優勝目指しますって言ってるのに、優勝経験の監督をずっと連れてきてること自体は、俺はあまり理解できてなかったから、唯一、まあ、ちょっと立花さん、社長交代しちゃったけど、立花さんが、はい、なった時に若干言ってたけど、うん、優勝する監督連れてきて、天皇杯取ったよな、うん、はい、うん、要は。うん、ああ、俺はその方向で行くんだな、やっぱり強くなきゃダメだって言ってるから、はい、でうまくいかなくなって、うん、なんかチームを一から作り直しますみたいな話になっちゃったから、うん、そうですよね、うん、それはちょっと残念だなって思ってるけど、今それがあったからこう今があるのかちょっとわからないけど俺にはね、うんうんうん、でもやっぱり勝てる監督と
そうじゃない監督って絶対差が俺はあると思うんだよ。うんうんうん。やっぱりあるんですよ、ね。どのリーグでも勝つのは難しい。いつも言ってるけど、どのリーグでも点を取るのは難しいんだよ。はい、うんうんうん。これはもうサッカーにおいてはこれ絶対難しい話だから。はいですね。だからそれはそれなりの理由があるから。うん。まあその理由っていうのは多分スコルジャーさんは証明してる。それ1回2回の優勝じゃないでしょ、彼は。はいですね。もう4回、まあカップ乗りも。もっと取って。うん。もしかしたら J リーグと同じぐらいのレベルなのか、J リーグよりも下なのか、俺にはちょっとわからないけど、リーグのレベルがね。はい、うん、そうは言ったって、やっぱりそこで勝つっていうのはすごい難しい作業だからね。うん、はい。しかも、ね、それ、そういう監督を連れてきたっていうのは、まあ偶然かもしれないけど、うん、いつも偶然なんだけどさ、誰に当たって誰に当たってうまくいかなくてって、そんなサッカーなんてそんなもんだからさ、選手取るのも、はい、監督取るのもね。うん。だけど、ね、でもそれを連れてきたのはチームだから。うん、はい。ですね。だからチームがもうちょっと本当に優勝するのであれば、選手の補強っていうのももう少しどうにかならないかなっていう歯がゆさがある。うん、それはなぜならば、うん、それがあったら優勝できんじゃないかなってみんな思ってんじゃないかな。うん、まあそれがあったらね。うん、だからだよ。はい、うん。それやってもちょっと優勝無理だよねってなってたらそこまで言わないけど、なんか十分可能性を感じる戦い方を今してるから、うん、まあ、そこもう一踏ん張りやってくんねえかなっていうさ。うん、そうですね。うん。松尾はどうなっちゃってるの？帰ってこれないの？うん、いや、一応、その、レンタル期間があるんで、この夏に帰ってくる可能性もありますけど、今のところ特にアナウンスがないので、もしかしたら相手側のレンタル先のクラブが、完全移籍で獲得するってなると、まあ、帰ってこなくなっちゃいますね。松尾どこ行ったの？ベルギーに行ったんですよ。ベルギーのリーグに。ウェステルローって。松尾が戻ってきたらだいぶ変わると思うんだけどな。そうですね。だこのようだから、クラブとしてはどう判断するのか。ですよね。金銭の問題もありますけど、高い金銭払ってもらえるならもちろん放出してもいいかもしれないけど、そうじゃなければ戻すって手もありますしね。うん、まあ全然松尾、まあ特にその関根のところの右サイドっていう左サイドの右利きっていうのはさ、ちょっと甲斐がいないんだよ、正直なところ、はい、うん、アクセントのある選手が、だからそこのところは松尾が戻ってきたら、まあ前でも使うことも可能だろうしさ、うん、そうしたらだいぶ変わってくるかな。それだけでも全然変わってくると思うよ。途中から入れるカードが変わってくるからね。スタメンの選手がベンチスタートになれるから。そうですね。うん。どうなるか分かりません。そのレンタルの契約がいつまでなの？なんか、本絞りレモンさん、夏はないでしょっておっしゃってるけど、そもそも今年の6月前じゃなかったっけ？まずは。ちょっとそれが分からないけども。うん、戻ってくれんな。チームはそこをちょっとやった方がいいな。うん、まあ、俺が言うことじゃねえけどさ、そこはなんかアクション起こしてほしいな。はい。ああ、期限付きなのに、11番簡単に上げちゃったからも、あ、そうか、そういう見方もあるんだか。いろいろ、確かに。別に背番号なんかどうでもいいじゃん。うん。だってさ、あれだよ、9、10、11、ほとんど仕事してないからね。ああ、背番号の人ね。もう、一番売れる番号が全然仕事してないよ。出るね、そうですね。ちなみに松尾のクラブは、ウェステルローですね。ベルギーだとウォータールートは言わないですね。英語読みになっちゃうんでね、それね。うん、ウェステルローですね。うん、ちょっとまあ分かりません。どうなるかね、これから。っていう選択も実はあるよな。まあ、なぜかというと、新しい外国籍の選手取ってきても、なかなか日本のサッカーに途中からフィットしないから、難しいね、今年の成績にどれだけ直結するかっていうのは難しいんで、うん、やっぱりそのクラブの事情分かってたりとか、J リーグ分かってたりとか、はい、やっぱコミュニケーションをうまく取れるってことを考えたら、うん、まあ、松尾が今どういう状態なのか俺知らないけど、まあ十分今までの。松尾のレンタル期間は12月31日前なの、なんか随分あれなんですね、ちょっと、珍しいパターンの期間なのね。だってベルギーはまたぐってことね、じゃあシーズンをね。そうなると夏はないってことなのね、うん、なんとも言いませんね、これまだ。夏なかったらもう終わりだな。今年いっぱいまでは帰ってこないかもしれないですね、だからね。いや、意味ないな。うん。それから、あずさん、じゃあ、あとはかなり皆さん、コメントないけども、支援してくださる方々ですか？はい、ライゾーさん、ありがとうございます。はい、ますで、ノブさん、ノブさん、いつもありがとうございます。
はい、そして福さんです。ありがとうございます。まあ、関根、あの福田さんが最近のプレーは評価しているということですよ。はい、はい、で近藤無線さんが、ゼニがない無線さん、また赤いじゃないですか。負けてないのに浦和レッズ。まあまあ、なんかね、ちょっとね、景気悪いですからね。はい、これで、スーパーチャットは以上になります。そうですか。わかりました。福田さん、現役復帰しましょう。福田さん、何歳だと思ってんだよ。結構なお年よ、もう、福さん。いや、俺、だけど、コードキに関して言うと、本当よくやってるなと思うな。去年、俺、あの、札幌で何試合か見てるんだけど、はい。はい、まあ、その前からのシーズンでちょっと怪我とかいろいろあって疲れもあったかもしれないけど、ちょっと少し落ちてきたかな。良さは随所に見せるけど、はい、やっぱコンスタントに力出せなかった感じはしたんだけどさ、はい、今年はまあ監督との関係性も含めてたかもしれないけど、すごくコンスタントに試合時間もかなりね、決まった時間をうまく使わせてもらってるから、はい、彼がいなかったらって思うと本当にゾッとするようなチームになってるな。本当ですね。彼、本当にコールキーなかったらもうとんでもないぞ、多分。はい、うん。あの、さっきの話じゃないけど、彼が、まあそんなに多くのゴールを決めてはないかもしれないけど、彼が攻撃の起点になってることはもう間違いないからね。うん、うん、うん。あそこがいなかったらどうなってんのって感じよ、本当に。立て直せなかったかも、その最初の2回で、ね。はっきり言ってクラブはそこまで戦力として思ってなかったと思うんで、ちょっとコールキーに失礼だけど。うん。いや、ほん本当に彼には感謝した方がいいんじゃないか、クラブは。うん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 、ですね。そのぐらいの影響力を及ぼし、もうすでに前半戦だけで及ぼしちゃった感じですね。いや、あれもだって3試合目、まあ2試合目の途中、F マリノス戦で後半から出てきて流れ変えたのも事実だけど、まああそこでもしコールキーなかったらあのままずるずるいってるぞ。うんうん、本当にそうでしたね。うん、だって、はっきり言ってひどかったからね。そうでした、本当に。でもあそこで、コールキー一人がいたから、ああいうサッカーが可能になって、そして本来ある中盤の強さっていうのが出せるようになったわけでさ、うん、上空をこう超えていくようなサッカーをずっとしてたわけでさ、中盤にしてみるとね、それが変わったっていうのはやっぱコールキーのおかげ大きいんじゃないかな。うん、まあ、だから彼が怪我しないでどこまでやれるか、うん、それもやっぱりすごく心配なところある、コンディションとかね。うん、スコルジャ監督は3戦目でコールキーを先発に抜擢したっていうのもやっぱり大きかったんですね、きっとあそこでね。それな、うん、抜擢せざるを得ねえよ。それは抜擢せざるを得ねえぞ、お前。あのプレー見てたらちょっと無理だよ。まあ、明らかに後半普通になったからね。いや、俺は去年からの流れ、ずっとまあ今までの流れはしてて、去年も当然知ってるよね。はい。そしたらやっと、まあ、その岩尾とかさ、伊藤とかさ、伊藤敦樹とかの、はい、良さがやっと出始めて、うん、本来の良さが出てきてるなって、彼の良さが出たなっていうのはコールキー入ってきてからだから。まあそうですよね。それまでは彼らじゃなくていいんじゃねって思ってたから、俺は。いろいろ人だから、彼らじゃなくていいじゃんって俺はずっと思ってたから。うん、はい、うん。それ変えるよ、あのメンバーだったら。ですね。変えられないんだったら、多くのメンバー変えられないんだったら、うん、一つの、まあ、選手を変えて、サッカーのやり方を変えるしかなかったから、はい、うんうんうん、まあ、いい意味での連敗のスタートだったのかもしれないな、早く気がつくためにな、うんうん。ちょっと逆に言うと、鹿島なんかはそれにちょっとうまくいかなかったんだけど、ね、最初な、ワントップでスリートップで4-3-3やってんだよ。それは開幕何試合かうまくはまっちゃったんだな。ああ、なるほど。それで。それで、ちょっとそれで味しめてちょっとやったら、うまくいかなくなって、今4-4-2で戻して、なるほど。がっつり浦和の試合なんかそうだけど、はい。まあ、お互い、こうなんていうの、守備を、に重心を置きながらの戦いだから、硬い試合になってね、はい。本来のあの試合になったって。だから、浦和は早く気がついた。鹿島はちょっと最初にうまく結果が出ちゃったんで、なるほど。ちょっと途中でうまくいかなかったけど、今立ち直ってきた。うん。うん、そ, ううその辺の差っていうのは出てるかなって感じですね。うん、はい、あずさん、もうちょっとまたチャット来ましたね。じゃあちょっとこの2つを読みましょう。で、はい、来ているので読んでいきます。はい、ワビスケ&ハルサメさん、ありがとうございます。うん、ルヴァンカップ、なんで前半だけで責任を下げてしまったのか気になります。コルジョさん的には必要な選手に慣れていますかね。うん、まあ、フォーメーション変えたのかなっていったところ。そうですね。あと、秋元をね、左に置きたかったんでしょうね。あの、縦への推進力が全く見られなかったように見受けられたんで、うん、その清水戦に関しては、うん。そこで関根が下がったことになったのかな。でも僕、プライオリティ的には高いと思うんですけどね、先発多いですしね、福さん。関根、先ほどプレイは良くなって。関根は俺、良くなってきてると思うな。ええ、ええ。あの、
信頼は勝ち得てんじゃないかな。うん、そんな気がする。と俺は思うけどな。っていうか、逆にいない。うん。さっき言ったけど。じゃあ、例えば松尾がいたらどうなのってなったら、そこの部分は変わるかもしれないけど、うん、じゃあ、秋元っていう選択になったら、じゃあ、その秋元の上がった後ろは誰ってことになったときに、さっきの話になっちゃうじゃない、はい、そうすると、ちょっと対戦相手との問題でさ、それはちょっと守備のところちょっと厳しくならないっていうさ、うんうん、バランス崩れるよねって話になると、秋元を下げといて、責任っていう話にもなるのかもしれないし、今のメンバー構成であれば、関根の優先順位っていうのは、俺、上だと思うよ。うん、うまくスコルシアさん使ってんじゃないかな。で関根に関しては確かもうデビューした時期から福さんはこの選手は球際が強いなって言ってましたもんね。いわゆるその球際っていうのはこれ訓練してできるもんじゃなくてポテンシャルの一つだからとも。そうね、そうね。だからそこの部分はやっぱりスコルジャーさん的には全然合格点に達してるんじゃないかな。守備の強度ってことに関して言うとね。はい、ですね。で、今は仕掛けのところでも仕掛けられるようになってきてる感じは俺にはするんで、はい、あのデビューした頃のうん、ヨーロッパに行く前の関根にちょっと近づいてきたかなって感じするけど、ちょっと期待して皆さん見てみましょう。最後じゃあ行ってみましょうか、あずさん。はい、ボールキックさん、ありがとうございます。直本選みたいな選手が欲しいなということで、はい、女子は、ね、直本光るあれでしょ、あの今季は得点もいっぱい取ってんだよね、この選手ね。はバランチのポジションでね、まあ、得点を取れるボランチって福さんは世界的にも本当貴重ですもんね。スティーブン・ジェラードとかさ、フランク・ランパードとかそういうタイプしかいないもんね。いやもうそれはでも伊藤敦樹はそうじゃない。うん、そう、まさにそんな感じですよね。うん、全然そのスケール感は全然感じるけどね、俺もね。はい、ね。いい、すごくいい選手だと思うよ。うん、あのだからボールキックさんもあの伊藤敦樹に期待しましょう。はい。はい、スーパーチャット以上になります。はい、うん。では、ちょうど時間も時間なんで、この後は会員版に移らさせていただきます。いつものように、ウラケンプラスのホームページに行っていただいて、会員、この、動画サイトのね、告知ページがありますんで、そちらを見ていただけると、下の方にね、いわゆる、会員版のね、URL が。ありますんで、こちら見ていただいて、こちらから移ってください。それからチャンネル登録、そうだ、あの、あずさん、今日チャンネル登録と、いいねボタンのお願いを序盤に言うの忘れちゃいました。いつも、はい。うん、前回ね、ものすごい、あの、高評価多かったんですよ、なぜか。前回ね、いつも300件ぐらいなのにね、前回600件以上高評価いただけてありがとうございます。やっぱりアナウンス大事ですね。はい、皆さんもぜひよろしくお願いします。この後もじゃあ、福田さんと、有料版をお送りしますので、福田さんまた引き続き会員版もよろしくお願いします。それでは、この辺で失礼させていただきます。会員版はもう約5分後、それか10分後ぐらいに開始しますので、よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。福田さん、アンズさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。